7回の裏先頭バッター原、1球目はストライクです。この回からバファローズの方は先ほどの回にピンチヒッターに出た日高がそのままマスクをかぶっています。ライトへ大きい、伸びていく、入りました。原にホームランが出ました。今シーズン第2号、先ほどは守備で、そして今度はバットで、原がライオンズを救います。3対1、ライオンズのリードは2点。最高のバッティングじゃないですかね、まあ、ファインプレーをして、はい、その直後の打席で、はい、自らファインプレーを祝うかのような、完璧なホームランですよね、今のね。今のスイングは、決して強振したようには見えませんでした、うまく、手首が返ったと思うんですよね、はい。まあ、先ほど、勝ったとしたら、守備だけでのファイン、ヒーローインタビュー、ヒーローだと思ったんですが、これでヒーローインタビューちょっと一歩近づいたかなと。まだまだ先は2イニングありますけどね、はい。